ところで2号車に質問する。なぜリオの死体とジョセフ・ジョーサーの遺体を同じ車に乗せたのか。まだ終わってないからだ。リオには貸しているものがある。貸したものはしっかり返してもらわないとな。何のことかわからないが、死体から死体への輸血ってやつはできるのかな。おお、まさかディオの血をジョースターさんのこの干からびた肉体へ。ジョースターさんを生き返らせようというのか。ディオはほんの少し前にジジイの血を吸い取った。ディオの上半身はぶっ飛んでいるが、残っているだけ返してもらう。まだ間に合うとは思わないか。だそうです。聞こえましたか。どうぞ。了解。不可能だ。脈拍がないのに。つまり心臓が停止しているのに血を全身隅々まで巡らせるのは無理だ。無理だと、この旅は無理なことばかりしてきた旅だった。無理だとか無駄だとか言った言葉は聞き飽きたし、俺たちには関係ねえ。心臓を動かせばいいと言ったな。そいつはちょうどいいぜ。ディオのおかげで心臓を止めたり動かしたりする方法は練習済みだぜ。おら、心拍音だ。心臓が動いているぞ。急げ、ディオの死体から抜き取って輸血するんだ。もしかするとできるかも。正常だ。おお、目を開けたぞ。やった、生き返った。ジジイ。まぬけねえ、ジョータロー。野郎、まさか貴様のおかげでよみがえったぞ。てめえ、待て、ジョータロー。嘘だよ。冗談じゃ、冗談。悪かった、ちょっとふざけただけじゃ。正真正銘わしよ、ジョセフ・ジョースター。1920年9月27日生まれ。妻の名前はスージー Q。 趣味コミック本集め。1981年、映画類人猿ターザンの主演女優はボーディリック。今夜はビートイットのパロディ、今夜はイートイットを歌ったのはアル・ヤンコビック。やれやれ、本物のようだな。そんなこと知っているのは。